たまたま試験に受かり偶然公務員になったものです。周りには優秀な人が多くミスを連発する僕は仕事を干されがちです。職場でも居心地が悪くて辛いんですが転職したくありません。無能な人間が職場に生き残っていくための技や振る舞い方を教えてほしいです。まず無能なので能力が低いというのが自覚できているっていう時点でかなり有望です。要は本当にやばいものは自分が無能であるということがわからないんですよね。なのでまずもう無能であると言われたことはできないという前提がありますと。でそうすると次にやるべきことは仕事の能力を上げられないという事実を認めて嫌われないようにすることです。で人って褒められるプレゼントをもらうっていうのをやるとなぜかそいつのことをいいやつだと思うんですよ。なのでまあ上司だったり同僚とかのなんか記念日とかわざと覚えておいてちょっとしたプレゼントを渡すとか、なんかその見た目がちょっと変わった時に褒めるとか、その無能だけど悪いやつじゃないよねっていうところを演じると。で例えば誰かが失敗した時にその失敗を自分のせいですってかぶるとかってやると分かってる人あいついいやつじゃんってなるんですよ。でも実際問題もう無能だから失敗当たり前じゃないですか。だから失敗しても評価はもう下がらないんですよ。だって無能だから評価もともと低いじゃないですか。でも他の人ってそれなりに評価高い状態で失敗してそれを認めると評価下がっちゃうんですよ。この損失があるんですけど、あなたの場合最底辺なんでもう下がりようがないですよ。なので他の人が失敗した時に自分の責任ですって言ってかぶるってやるとこいついいやつだってこの人残しておきたいってなるんですよ。では人はいつか必ず失敗するので自分が失敗した時にかぶってくれるやつがいると自分のマイナスにならないじゃないですかっていう、その論理的にこいつ便利っていうバリアとして使ってもらえるので、なのでその無能度を極めてみてください。